社長お願いします。颯爽と登場したスタイリッシュな着こなしの男性。こんにちは。こんにちは、松坂産業西口です。よろしくお願いします。今治市に本社を持つ丸高産業の西口幸則社長です。今年で創業70周年となるこの会社では、保育園から高校までの間、誰もが着用する体操服を製造してきました。こちらにあるのはもううちの独自の作った新しい生地なので、各学校によって独自のカラーがありますので、それに要望に応えられるように。丸高産業では生地を開発するところから体操服を製造、色だけで実に280を数える豊富なラインナップを取り揃えています。長年の経験と熟練の技で、スーパータックと呼ばれる凹凸部分のゴム入れ作業もお手の物。大手スポーツメーカーも参入する中、今治市内の保育園や小・中・高校ではおよそ8割のシェアを獲得。その他、大阪から九州全域までの西日本エリアで500校余りの体操服を手掛けています。その老舗体操服メーカーが去年開発した新商品、それはこれがですね、体操服の生地で作った体操服ジャケットです。創業以来進化を続けてきた体操服の生地で仕立てた体操服スーツ。体操服の生地なんで非常に機能性があります。軽い、動きやすい、当然伸びるんで、着とっても肩こりしないとか、そういう特徴がやっぱありますね。自慢の機能性を社長自ら PR。 丸洗い OK、 吸水性に優れシワも寄りにくい優れもの。創業70周年の丸高産業が初めて開発した体操服スーツ、その背景には少子化の問題があります。一人当たりの需要量が増えない限り、売り上げがもう今後上がっていかないと。30年前には年間およそ30万枚を製造していた体操服、その数は今およそ15万枚に半減しているといいます。そこで目をつけたのが、その親御さんが作業に使う、例えば農作業に使うであったりとか、庭いじりで使うであったりとか、そういう場面場面で使いよると。で、それとその生徒さんや娘さんが体操服、学校が終わった体操服を今度部屋着として使いよるというような話を聞きまして、本来の役目を終えながらも日常生活のさまざまな場面で活躍する体操服の高い機能性。丸高産業では新たにアパレルブランドを立ち上げ、体操服の特徴を生かした新商品の開発に乗り出したのです。スーツと相性抜群のシャツに、大胆な柄のフリル付きパーカーとスウェット、そしてトートバッグなどの小物類、これ全部丸高産業の体操服の生地で作られているんです。これがですね、噂というブランドになります。で、噂っていうのは噂の商品ですよとか、噂のように広がりたい商品になりたいとか、例えばこれを名刺配るときに噂の西口ですとか、ものすごい印象に残りやすい名前と。去年東京で開催した展示会での反応も上々だったという体操服メーカー丸高産業が手掛けたアパレル製品の数々、オンラインショップで販売中です。